目に見えない翼広げて、確かに君は変わった。トレジャークルーズチャレンジやっちゃうよ。俺ログインできんの。ログインとかそういうのないんだけどさ、メンテナンスなんでお前さ、言い訳でさ、不可経験のためお客さんごとに順次メンテナンスを開けておりますって。それは最初からメンテナンスできねえって言えよマジで。なんですかこれが一番だよね。だからもう不定期ってことでしょ。もう時間はもうとんでもなく長くなるってことでしょ。俺が金持ちだったらとんでもない費用でサーバー代をむちゃくちゃ強くして、なんかそんなねちょっとの負荷じゃもう倒れねえくらいのサーバーがあったらな、俺にお金があればね、それプラスに考えるようにした。でも心の中では「死ねえビチクソがー!」って言ってる。心の中でビチクソがーって言ってんだけど、ポジティブに言えば俺がお金持ちになってお金でねサーバー費とかね人員を増やしてやっちゃえばね、ええわけですよ。こうか。目に見えない翼広げて、確かに君は変わった。走るほどに歩くほどにならななななななバラより美しい。ああ君はデレステステステタタタ変わった。はい、いきますよ。今、ダーツのこうピチュンってやったんだけどね。ただこうやって動いてる人でした。あ、本が落ちた。落とした本はなんだ。名言全文。名言全文から一つだけで名言やるか。はい、これ。人間は考える足である。節である。人間は一茎きの足である。自然の中で最も弱いものである。だからそれは考える足である。なんて読むんだよ、これ。読めない漢字出すやつはデレステステテテキョッキー。走るほどに歩くほどになだだどどになだだどバラより美しい。君はデレステステステデレデンカワハンテン。はっそう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 。今口から何か糸を出してね、誰かを導いたけどタイム切れだ、時間タイムアップだって言って、その線をこうやって引っ張ってそいつを導かせないようにするっていう表現でございます。どうでしょうか。疲れた。おうおう、どうしよう。最初の第一ポーン。うわ、つまんな。いや、難しかった。今、これ、ね、ちょっとね、ふざけてこれやっちゃって、いや、この展開どうやって面白くしようって言って、なんか口が勝手に最初の第一ポーンってやっちゃってさ。うわ、マジこれ寿命50年削られるレベルのつまらなさだ。本当にやってしまった。俺は面白い人間じゃないんだな。っていうのは分かった。でも面白いんだけどね。面白いけど、常に面白い人間で、ちょっとお願いします。2発目も3発目やね。ちょっとねちっちゃく。うわ、くせえよ、へがくせえ。ほら、おならをこうやってピャン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 。ブラボーブラボーユキボーイ。目に見えない翼。お先にいただきます。苦しゅうない苦しゅうない。家来0人。君は微動だにしない。どれくる入れるか、メンテナンス中だったよ。死ね。なんで入れないの、なんで入れないの、なんで。あん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 君は変わった。ふう。ベイベーあベイベーいけないルージュマジックベイベーあベイベーいけないルージュマジックあ、そうか。みんな見上げてる感じだから分かんないのか、俺が何してるか。まあいいか。結構致命傷だな、それ。でもこれまあ個人情報ギリギリあるかな。いや、ダメだな。絶対個人情報映ってんじゃん。生きよう、きらしい。あ、でも今すごい個人情報が。郵便受けがうぜえな、マジで。ちょっと一回確認します。